静かなる防衛の時間です。出雲と大隅がタッグを組めば強襲揚陸艦に匹敵する。少人数での運用展開が可能になるか。出雲がもうすぐ来年ですかね、改修に入ります。で、大隅、輸送艦、今現在3つ輸送艦は完成しており、大隅、下北、国東の3つがあります。理想はやはり4つ体制で22任務に就く方が理想かなと。長さは178メートル、幅 25.8メートルになっております。乗員135人で運用が可能。災害時には海上の病院ともなります。輸送場所、出雲とも似たような感じで、出雲は F-35B を艦載できるように改修されます。で、大隅の方ですが、大隅は水陸機動弾を有事の際乗せることは可能です。長崎に水陸機動弾が設立されています。今現在660人、大隅の後ろの方ですが、ウェルドックになっているので、ホバークラフトなどエアクションですね。で、任務が輸送ができます。海上でここに AAV7 を積んでもすぐに展開できます。離島奪還作戦などで運用することができます。大隅に大隅ですが、全通甲板になっているので、ヘリも艦載できますし、上、甲板の上にはたくさんの装甲車を乗せることもできます。大型のフェリーと考えて、甲板も積めると考えれば想像はつくでしょう。この輸送艇ですが、
将来的に4つ体制、今建造されている予定はありません。これで出雲の今までの対潜水艦能力を落とさずに任務が可能になります。出雲大隅この2つがセットになるでしょう。訓練も合同訓練でしょう。まあ単独での訓練もするとは思いますが、合同訓練での作戦もよりスムーズにいくと考えられます。何より大隅の少人数の運用、あとは有事の際に水陸機動団や陸上自衛隊が集合してくる、その時々で任務を行えることです。出雲と大隅のタッグを見たいものです。今日のご視聴ありがとうございました。